真横、お腹の真横、お腹の正面、はい、で、お腹からいきましょうかね。お腹痛いから、お腹の正面、そうするとこれお腹の正面でね、はい、これ朝食べましたよね、少し。あ、はい、それが胃に入ってます、はい、ここに白いなんかブツブツブツって見えますよね、はい、横で見るとこれ、これはですね、ちょっと場所がずれてるんだけど胆石かもしれない、うん、こういうのね、うん、であと膵臓ってじゃあどこにあるのかっていうと胃があってでこういうふうに来て十二指腸があるとここら辺にあるんですよ、うんうん、この辺に横で見るとちょっと分かんないんですけどだからこれだけではちょっとレントゲンで膵炎はなかなか言いにくいただこのガスが多いねものすごく、うん、小腸にもこれ小腸のガスだし大腸にもガスがある、うん、だからまあ腸は相当荒れてるんだろうなという所見です。それとおそらく、まあ、胆石じゃなかったらここに腫瘍がある、うん、そういうこともあるかもしれないですね。どうしようもできないね、うん、先生の年齢から胸、心臓の大きさはまあまあいい感じだから長生きなんです。でここもね、でも横向きで見るとねこれちょっと大きく見えるんですけど心臓の前にここにちょっとなんかある、うん、これももう何ともしようがないですよね。でもこれとさ、今回の下痢とは違うもんね。関係するとしたら、これが胆石だったらこれは関係するかもしれないですね、うん、で、あと腸が荒れてるよという所見ですね、うん、